オタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファです。デラックスゴーストドライバーのクイックレビューです。オレゴーストアイコン、ムサシゴーストアイコン、エジソンゴーストアイコン、そしてニュートンゴーストアイコンの音声発光ギミックをレビューします。別の動画では一個一個詳しくレビューします。デラックスゴーストドライバーはこんな感じ。材質は主にプラスチック。この表の部分だけ柔らかい素材が使われています。このオレンジ色のレバー。このような音声が鳴り響きます。カバーを開けるときはこのボタンを押します。このような待機音が鳴ります。ゴーストアイコンとの連動遊びは全部で3つ。変身遊び、必殺技遊び、そしてゴーストチェンジ遊びの3つです。まずは俺ゴーストアイコン。このレバーと連動して、このアイコンの中の表示が変わります。次は必殺技。このレバーを引いて戻します。ちなみに必殺技の音声はもう一つあります。4回に1回、大海岸、俺、大目玉になります。ゴーストアイコンを取り外すときはこのボタンを押して、カバーを開いて取り出します。残り3つもゴーストチェンジをして、音声を発動させます。まずは武蔵ゴーストアイコン。次はエジソンゴーストアイコン。最後はニュートンゴーストアイコン。
今回の仮面ライダーゴーストデラックスゴーストドライバーのクイックレビューいかがだったでしょうか。まさかの4つ一気にやりました。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録や高評価どうぞよろしくお願いします。あとどんなことでも結構です。へえ、こんな感じの音なんだねとか、あ、こういうレビュー先にやった方がいいよとか、いや俺は今までの方がいいなとかどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。